皆さんはダイエット中にアイスを食べようとする人どう思いますか？まあありえないですよね。痩せようとしてるのに アイスって痩せる気あんのかよって話ですよ。特にこういうブラックサンダーとかありえないですよね。何がブラックで何がサンダーなんだって話ですよ。名前からふざけてる。そんなふざけたものを食べてね、痩せるはずないんですよ。恥を知れという話です。このね、クッキーのような硬い歯ごたえのアクセントがある食品を食べて痩せるはずないんですよ。どうしてダイエット中、痩せたいって言ってるのに自分の好きなもの我慢できないんですかね。痩せたい痩せたいって口だけなんでしょうか。もしなんかね、そういう、ダイエットします、まあ、口だけ断念ダイエットみたいな、いう人がいたら、ぶっ飛ばしてやりますけどね。僕ダイエット中なんですよね 昨日に引き続き、昨日は白クマ、今日はブラックサンダー、明日は何色のお菓子を食べればいいんですかね いや、ブラックサンダー美味しいですよね。このクッキーというか、僕結構歯ごたえフェチなとこあるから、いわゆるなんですかね、もなか、普通のもなかと違って若干中にクッキーが入ってて歯ごたえグッて噛めるやつ好きなんですよね。そういった意味でブラックサンダーがもうドストライクです。あれ？ ちょっと待って、製造者株式会社セリアロイヤルさん、これ 白熊と同じ場所では、福岡県同じでは、嘘。僕セリアロイヤルさんめちゃくちゃお世話になってんのかな。そう、何がそうなの？この会社有料すぎでは？僕の中のヒット商品もしかして全部こことかないですよね うっそ、結構衝撃だな。どういう会社か知らないんですけど、もしかして商社とかなのかな？製造してんのかな？本当に。そしたらどういうヒットメーカーが中にいるんですかね？こういうヒット商品を生み出す人ってのはどういう脳みそしてんだろう？っていう 2020年9月にして、今年一番のびっくりの出来事ですね。ブラックサンダーと白クマは製造者が一緒だった。これ明日使ってください。みんなに教えてあげましょう。すごいな、そしてうまいな いや、しかし、まあ、白クマ昨日食べた時も言いましたけどね、僕がブラックサンダーには何も罪がないということを教えてあげますよ。僕のダイエットでね。すべてはカロリーだということを。そしてカロリーさえ気をつければ、ブラックサンダーを食べても痩せることができるということを。この、片倉学徒が。
わは。教えてあげますよ。いや、ブラックサンダーは頭痛くならないな。いや、昨日の白クマが本当にすごくてね、頭痛、まあ美味しい頭痛と言いますかね。ではダイエット3日目、アイス2連チャン。これ下手したら2ヶ月毎日食べ続けるんじゃないかと思っちゃいますけど、まあそんなことをしても痩せるということで、痩せればいいんです。痩せればもう何も言わせない。もう誰も何も言わないだろうけど、こんな私めのダイエットにね、アラサー男子のダイエットに誰も興味がないでしょうが、では明日からまたぬるーっとやっていきたいと思います。ごちそうさまです。